運行開始当時のループキリンシシの車両ループキリンシシは鳥取県鳥取市で運行されている観光スポット周遊バスである。1998年7月から運行を開始しており、名称は今場地方に伝わるキリンジシにちなんだものである。運行は日本交通日の丸自動車に委託されている。かつて鳥取市内には 観光地と観光地の間を結ぶ路線バスが存在せず観光客が移動するには非常に手間がかかるものとなっていた。これを解消し利便性の向上を図るため鳥取観光コンベンション協会が中心となって市内の観光スポットを回る周遊バスの運行を開始した。運行を開始して以降利用客は順調に増加していったものの 市内の道路渋滞など様々な要因により、2001年度以降は伸び悩んでいる。このため、2005年11月1日から運行系統の変更が実施され、土曜、休日及び7月20日から8月31日のみの運行となった。現在は、鳥取駅を起点とする鳥取砂丘、鳥取港の循環コース B コースの2ルートが運行されている。 時刻表検索サイトのバスネットに加入している。鳥取駅、バスターミナル A 番乗り場に停車中のループキリン時市、運行は A コースが日の丸自動車、B コースが日本交通である。なお、A コース B コースとなっている。運行日は土曜、休日及び7月20日から8月31日であり、12月1日から2月、末日は、 鳥台乾燥地研究センターに入らない。なお、2005年の運行系統見直し時に料金が値上げされ、同時に専用回数券が廃止されたが必要となる。鳥取駅本通り県民文化会館わらべ館。田田市鳥取港鳥取港鳥取港。鳥取港鳥取港子供の国砂丘北口。鳥取砂丘砂丘北口砂丘センター展望台。渡辺美術館鳥取城跡。 県民文化会館本通り鳥取駅特捜車のインテリア。シートはキリン樹脂の柄。ありがとうございます。